はい、で、お笑いナタリーに昨日ね、載ってましたけどね、何でもねずっちがね、au スマートパスの中でですね、謎かけのアプリが始まったという記事が出てたんですよ。これね、ぜひともね、頭の体操にもなりますしね、ぜひともこれ皆さんにやってもらいたいなと思うんですけどね。ごめんなさい。なんか宣伝みたいになっちゃったね。ごめんなさいね。でもね、言ってみればあれですよ、温泉宿の主の気持ちみたいなもんですよ。どういうことかって、ぜひとも使ってみてほしいってね。ねずっちです。では、また。